はい、じゃあ再生お願いします。2度目のチャレンジ、この前やってみたんで、はい、某ゴルフ場に行ってきました。これでどこのゴルフ場か分かったらめちゃくちゃすごいです。どこだろう。でもすごい綺麗ですね。傘が独特ですね。そうなんです、ちょっと変わった山登り的な、で1回目もうダメでした96で全然ダメでした。あ、全然でもないですよ、7度くらい、もう泣きが入ってますここも某ゴルフ場に行ってきました。同じとこですよね、さっき。いや、違います、違います、うん、多分100キロくらい離れてるところか、なんか。あれ、またダメでしたまたダメ、どこかに入っちゃって、穴に入っちゃってダメだったんですそして、4度目、はい、もう4度目です。そして、お送りカップに出よう企画やってきました。これ、真面目にします。ここは石原ゴルフコース、柿の木台コースです。はい、夏はナイターをやっており、非常に涼しくて良いコースです。今日は僕はここのバックティーから90キロ目指して頑張っていきます。さあ、ここはもう11番ホールです。10番ホール終わりました。11番ホールパー5から撮影していこうと思います。ここは僕が多分ゴルフ始めてから一番ラウンドしてるコースで、夏だとナイターをやってるのですごく涼しいので、ここしかないと思ってここを選びました。周り慣れたコースで、周り慣れて、もこれでダメだったら全部ダメだと思って行きました。あの河川敷は選ばなかったんですね。あ、そうですね、そこでもよかったないや、そこ、そっか、ロングで2オン、はい、やっぱ暑さが関係してるんですかね、もしかして。いや、そうだと思いますね、もうフラッフラしちゃうんででも夜の8時スタートだったかな、すっごい結構遅いですね、めっちゃ遅くにスタートして、やってるのもすごいなと思って。そうですよね、はい、最近ナイターのお客さんが多いみたいで。え、何時に終わったんですか、これ。これ後でお伝えします。結構遅かったです。スルーでバーッと回る。はい、スルーで。だけどお客さんがめちゃくちゃいて、めっちゃ時間かかりました。もう12時ぐらいになります。いや、もっと行きました。そうですね、5時間と考えたら、はい、だいたい12時過ぎ。いやー、はい、で、前半は18ホールなんですけど、もうここも何度も何度も来てるホールで全部覚えてるんですけど、まあ失敗するっていう。これナイターなんてボールの行き先が見やすいっていう。そうですね、ナイターって。でもナイターを取るとやっぱり画質が悪くなっちゃうっていう。あ、そうか、光が足りない。そうなんです、光が足りない。ああいう、そう、あとこれは関係ないんですけど、僕がいつもつけてる時計、距離計があって、それが毎回これを記録してくれるんです。すごい、はい、便利ですね。これがさっきもみんなオチ分かって見てる人、はい、で、ボギーで、前半、ほらわー、いいじゃないですか。もう48でいけますよ、1番ホールで23時、すっごい混んでました。え、もう眠くなるっていうか、もうアドリナリンが出ちゃう感じですか。ぼーっとしてましたもう無理って。あ、すいません、なんでナイターなんでちょっとサングラスつけてないんですけど。あ、全然、はい、全然大丈夫です。8番ホールまでもう、はい、来ちゃいました。夏でもバテますよね、夜も暑かったですもんね。30度くらい。
で、転がってきて、ラッキーですね、はい、めっちゃラッキーです。釣りよ。おお。あ、ここ難しいとこだ。これ撮影。重い。だいぶ重いですね。撮影してくれるのは妻です。あ、そうなんですか、ね。この前。あ、名前はカットしておいて。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。そう。なんですけど。はい、もうフラッフラッです。すみません、帰りたい。ここまでスコアは39です。足すと。81なので、あと9打叩くことができます。9番ホールまでで81で来た。90を切りたいと思ってます、はい。やっぱりいいコースでした、ここは。とてもいいコースでした。いろんな意味で。はい、もう右向いてるし。ナイスショットなのに。ナイスショットのあれ右向いてる。立ってるところからしたらベストショットですね。はい、ベストショット。疲れると右向いちゃう。これピンこっちです、実は。あ、そうなんですか、はい、これなんですか。あれは途中のあれだと思います。あ、はい、こっちのピンなんで。で、スリーを。あ、でもこれ90切りを目指すっていう気持ちでやると、はい、かなり変わりますか。いや、あんま変わらないですか。もう最初が調子良かったんで、あとも何も考えないって決めて、あと遅かったんです。ということで、はい、アリクサさん、ありがとうございます。86、90切りを目指すってやって、はい、その某ゴルフ場で気負っちゃって、もう無理ってなって、もう途中で撮影も終わって、で次も50いくつだったんで、もう無理ってなって終わって、4度目の正直で86。ありがとうございます。ということで、オークリーカップに参戦したいと思うのですが、はい、いかがでしょうか。出ても大丈夫ですか。もちろんです。ありがとうございます。はい、YouTube の小さい。